今日はあなたが生まれた日か。祝福を。あら、あなたの誕生日？いいことがあるといいわね。貴様の生まれた日付など知ったことか。ファラオは衆生のありように深く関わるものではない。等しく支配するものだ。ところで貴様、何か世に対して欲するものはあるか？ああ、言わずとも暦の概念はわかる。そうか、お前が生まれた日か。命の芽吹きは私の好むところだぞ。好きだ。産む。では願いを一つ口にせよ。特別にかつて神の女王であった私が叶えてみせよう。貴様の誕生日だと？ふん、知らんな。いや待て、確かふさわしい呪詛の宝具があったはずだ。バースデーか、よかったな。誕生日おめでとうございます、マスター。良き一日でありますように。へえ、誕生日か。うん、私みたいな魔術師に祝われても嬉しくないかもしれないが、今は言っておこう。おめでとう、我が弟子。お誕生日おめでとうございます、マスター。プレゼントは何がいいですかね。あなたの生誕にイクマンの祝福を。パーティーを開きましょう。不肖ベデビエール、執事として尽くしましょう。おめでとうマスター。あなたが生まれた日を私は喜びの日としましょう。誕生日だとお聞きしました。もう祈りの言葉もきちんと覚えていない説ですけれど、それでもどうかあなたに祝福がありますよ。常々不思議だったのだけれど、人間はあんなに死を恐れるくせに、寿命を一年使い潰すごとになぜか喜んで祝い事までするのよね。どうなってるの？お誕生日おめでとうございます。ご褒美あげるべきなんですかね。へえ、お誕生日なんですか。どんなお祝いのされ方がいいんです？子供っぽくても欲望丸出してもいいですから、とりあえず行ってみてくださいよ。ねえねえ、お誕生日おめでとうございます、マスターさん。実は私、この特別な日にふさわしいいいことを思いついちゃったんですよ。待ってください、まだ何も言ってませんよ。なんで後ずさりしてるんですか？お誕生日おめでとうございます。今日は特別、ゆっくりしっとり時を過ごそうではありませんか。主殿が生まれた日だそうで、元服は済ませているのですか？お前の生まれた日か、めでたいな、宴でもするか。君の誕生した日か、祝福を。飴がいるかな。誕生日おめでとうございます。年を重ねるのは良いことです。誕生日、自らが生まれた日を覚えているだと？おめでとう、君今日が誕生日なんだって。何か作ろっか。誕生日おめでとうございます、マスター。人間はこういう時贈り物を渡すんですよね。私は、あ、ルーンによる祝福なら。誕生日？そうなんだ。お誕生日おめでとう、マスター。ルーンで祝福できるけど、する？誕生日ですか。望むならルーンによる祝福を与えますが。生まれた日なんだ、そんなに嬉しいの？
君の誕生を祝う日か。誕生を喜ぶ風習は素晴らしいものだ。私からも君へ祝福を送ろう。君は、そう、今日から栄光のフィオナ騎士団の一員だ。あら、バースデーなのね。お祝い、仕方ないか。ロマノフ王朝のイースターエッグとかどう？え、ダメ？もったいないことするのね、あなた。誕生日おめでとう。あなたが生まれてきてくれてよかった。え、本当にそう思うわよ。おめでとうございます、あなたが生まれてきたこと。え、とても喜ばしい。マスターの誕生日なのですね。おめでとうございます。今日はマスターの誕生日ですね。良い一日を。生まれた日か。なら私もあんたと同じ日に生まれたことにするわ。それならプレゼントは不要でしょ。私と同じ日に生まれたんだから光栄に思いなさい。今日が主殿の祝い日であったか。良き一日であると良いな。誕生日、うまそうな名前なのだな。生まれた日くらいはおとなしく祝福を受けるがいい。何時にはその資格がある。誕生日だ？なんだそれ、早く言えよ。イノシシの一匹でも買ってくるか。誕生日おめでとう、マスター。今日一日無様なところは見せられないな。おっと、てめえの生まれた日じゃねえか。ほら、空に向かって感謝しな。マスター様、誕生日おめでとうございます。時計いります？誕生日なんですってね。お祝いにタラスクに乗ってその辺流して。またいい、タラスクで空の散歩はいかがです？お誕生日おめでとうございます。特別な日なので今日ぐらいは本気の後輩力見せちゃいます。おかえりなさい先輩。お風呂にしますか、ご飯にしますか、それともか、ん、き、ん？何？誕生日とか覚えてんの？そりゃ随分とマメなこと。んじゃ、100回数えられたら俺からプレゼントをあげましょう。お誕生日おめでとう。今日はアリスとお祝いね。誕生日おめでとう、ピグレット。盛大な宴を用意して。え、その前に二人だけでささやかなお祝いを。まあ、たまにはそれもいいか。あなた様の誕生日ですか。めでたきことですね。え、嘘、誕生日なの？仕方ないわね。特別に一曲披露してあげるわ。あなたが生まれた日みたいね。もちろん私にとってはどうでもいいことだ。お誕生日おめでとう。ケーキがあったの。あったんだけど、美味しかったんだけど。誕生日おめでとう。お祝いの宴、華やかにやるべきだね。誕生日は祝わなければならない。おめでとう。お誕生日おめでとう。パーティーを開きましょうね。できれば多くの人を呼べると賑やかでいいのだけど。ハッピーバースデー。特にプレゼントはないんだが、この笑顔で勘弁してくれ。あんたの誕生日ね。そいつはおめでとうさん。君が生誕した日じゃないか。空に向けて大声で叫ぶべきだろう。お誕生日ですか。ではお祝いですね。パイを焼いてごちそうします。あ、でも上手ではないのであまり期待はしないでください。誕生日でござるよマスター。そこで拙者の黒歴史ノートを貸します。一緒に CV 決めてくだっち。あなたの肉体の生誕に
天空の祝福を、その魂が正しい場所に導かれんこと。誕生日か、祝いの品を取らせよう。何でも言うてみるがよい。マスター、あなたのお生まれになった日だそうですね。今日は一日ゆるりと休まれるがよろしかろう。お茶を入れますので、どうぞ気楽に。へえ、君の誕生日か。そいつはめでたいね。おめでとう。せっかくだし、何か贈り物でも。ここにお涼さんのとっておきのカエルがだな。それはしまってくれると嬉しい。おまんの誕生日じゃと？知るか、そげなこと。いや、そうじゃにゃ。誰ぞ切ってきちゃるわ。なに、今回はタダでやっちゃる。祝いの代わりじゃ。マスター、本日はあなたの誕生日でしょ。こちらをどうぞ。先ほど摘んだ花です。死を迎える日と同じように、生を抱いた日は重要です。おめでとうございます。生誕を祝うとは恵まれているな、マスター。お誕生日おめでとう。お酒は飲めるとしかしら。お誕生日おめでとう。さあ、酒でも一つおごってくれ。おや、マスター、誕生日ではありませんか。即興ですが、塩をお送りしましょう。私は命を刈り取るものです。殺すものです。でも今日という日は、あなたが生まれたことをただの娘のように喜びたいと、そう思うのです。ただ一日の特別な日を祝えるというのは実に羨ましいですな。我らにはない祝福ですぞ。ほう、お主が生まれた日か。なら卵と飴をやろう。そうか、誕生日、命の生まれ落ちる日、罪の始まる日。いや、おめでとう。お誕生日おめでとうございます。大変めでたいので、国を挙げての祭日にするべきではないでしょうか。誕生日なんだろ。おめでとう、マスター君。お祝いに好きなものを作ってあげよう。バースデーケーキは当然として、ボーダーのミニチュアとかどう？円卓の騎士、嘆きのトリスタ、召喚の命に従い参上しました。どうか我が身が役に立つことを祈ります。ご命令を、マスター。召喚に応じて参りました。天秤の裁き、星の正義をここに。常世すべての善なる一端、アストライアと申しますわ。マスターたるあなたも、図られる覚悟はよくて。